はい、皆様こんにちは、トットリキングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょうということで、まあ今あれですね、公式のこちら、プロサッカークラブを作ろうロードトゥーワールド世界サッカーの祭典目前特別放送を見たところでございます。まあ皆さんも見たと思います。まだの方はぜひ見てください。まあその感想ですね、お伝えしていきたいなと思いますが、まあ先にですね、まあどこ見たかっていうと、まあこのコラボ情報のところと、まああとはそのイベント情報のところですね、そこだけちょっとかいつまんでみました。で、一番最初に思ったのは、まずはまあこの日本代表の無料ガチャありがたいね。で、しかも今画面にあるように、なんとオプティマスシュートではないんですよ。オプティマスロングシュートということで、最強のオプティマスシュートを持った鎌田大地の新バージョンは、これがなんとロングになってるということで、まあ一体どんな最強のロングシュートなんだろうというところがすごく気になるところ。まああとは他にもタクティクスロングパスフィードみたいな。のが確か森田だったかな持ってたりとか、まあちょっと新スキルもたくさん出てて、で前回のこともあるんで、この日本代表の新スキルって結構ぶっ飛んだぶっ壊れが、実装されている可能性が高いなというふうに思いますので、まあこれがすごく楽しみだなということが一点で、もう一点残念だなと思うところで言うと、要するにワールドカップのイベントなのにそのチームを作れない、なぜ作れないってところなんですけど、要するにこれカウンターなんですよ。ということで、まあ要するに明日のワールドカップ直前のまあイベントコラボは、カウンターのポイチということで確定かなと思います。でシステムもまあ、ウイングがいる、まあ3トップのシステムということで、伊東純也と久保くんがいて、まあ久保くんはあれかジョーカーということなので、伊東純也と三笘、多分三笘はジョーカーじゃないですね、あの作りだと。で後半から、久保くんジョーカーがかませるような感じのポイチ監督が来るというところなんですが、ということはですよ、直前 4.5 周年は AC ミランのカウンターでした。ほとんどの坂塚はこの AC ミランのサッチ監督作ってるんじゃないかなというふうに思います。となるとですよ、またカウンターかという話になってきます。そうするとサッチを作ってる分だけこのポイチを作る人はほぼいない。でどっちが強いって言ったら、まあまず間違いなくサッチですね。ってなってくると、まあポイチを作るメリット全くないですよね。なんでまあもうこれは完全にスキルガチャ、スキルイベントという感じになってしまうかなというふうに思います。さらにさらにジョーカーに関して言うと、やっぱりそれはあのサッチ監督でも使っていくことができるので、ワンチャンと思いきや、結局久保くんジョーカーは右ウィングなんですね。サッチ監督右ウィングは使いません。もうこれの時点でアウト。まあ、久保くんがね、右ウィングとセンターフォワードとか、赤適性がセンターラインにもあるのであれば、またこれ別の話になってくるんですが、多分ないでしょうね。というところで、もうほぼ全ての選手がまあスキルガチャになってしまいそうだなっていうのがすごく残念なところですね。あのミランの超絶なレジェンドたち、化け物たちを押しのけてですね、レギュラーになる日本人がいるのかと。まあここは明日蓋を開けてみたら、嘘でしょ、 S4 つ持ち鎌田みたいな、ないと思いますけど、まあそういうことがあったとしたら、可能性は出てきますよね。でもせっかくミランで染めたのにっていうオーナーさんも多かったりすると思うので、まあやっぱりここはちょっとワクワク感というか、ワールドカップイベントのチームを作っていくんだっていうことではなくなっちゃったなってところですね。まあせめてこれがサイド、まあ僕はサイド期待してたんですけどね、サイドのポイチで、サイドで日本代表バーンって来る、もしくはサイドでワールドスターズみたいな感じで、過去のワールドカップで活躍した全ての選手を含めて、いろんな強い選手が出てきて、究極のサイドアタックが出てきたら、またこれは面白いななんて期待していましたが、まあどちらも叶わなかったということで、ちょっとそこは残念かなというふうに思いますね。まあ、特に日本代表で行くのであれば、まあ、やっぱり選手を揃えるっていう意味でもそこまで強い選手っていうのはやっぱ出てこないんで、だったらポイチ監督のまあイベント、そのワールドカップってこともあるので、
もうめちゃくちゃ強いバフとめちゃくちゃ強い監督のアビリティを持った、ね、監督をサイドで出してもらって、さすが坂津区、なんだろう、日本代表で染める楽しさみたいなところで、で架空でここに、川本鬼重のスーパー S4 つ持ちバージョンとかがもうバーンって出てきて、なんかすっごいそういうね、ワクワク感のイベントっていうのをちょっと期待勝手にしてしまっていたところがあったので、なるほど、スキルガチャかっていう感じでございます。まあね、戦術別の後っていうのもありますよね。戦術別挟んどいてノーなんで、新チーム作りたいっていうね、この欲望がある中で、またスキルガチャかっていう感じがしますよね。ちょっと今回のね、戦術別ガチャが結構スキルガチャ的な部分も多かったので、まあそういう意味で、またスキルガチャが来たかっていう風にちょっと思ってしまった。なんで、まあ率直な感想、まあワクワク、そこまでこうしきれないというかね、まあどんなスキルなのかなっていうワクワクぐらいかな、っていうところでございます。で、どうせこれ CCT でしょっていうところですよね。これ全部集めて CCT っていうところでもうあるんでしょう。ということで、そうですね、まあ明日ね、また蓋開けたら、え、嘘、このポイチカウンターめちゃ強いってなったらなったでさ、おい、サッチなんだよって話になるんで、それもないですよね。いや、いつも思うんですけど、このなんだろう、カウンター出した後にカウンター出すのとかって誰も望んでないんで、前みたいにさ、カウンターミランサッチからのカウンターミランの別の監督とかで使い回せるとか、新しい形が作れるとかあったらすっごい楽しいんですけど、全く別染めの同じカウンター出されたところで、作らないよねっていうのが現状ですよね。はい、ということで、まあこの辺はあとは憶測も含まれてますので、明日アップデート解説でしっかりとまあ見ていきたいなというふうに思いますが、とりあえず、運営の放送を見た感想でございました。はい、それではもう寝ます。おやすみなさい。The cold nights just don't feel the same. Oh.